栄養不足や不適切な食事。ウサギさんは高いファイバーを含む草食動物です。ファイバー不足や栄養バランスの崩れた食事を与えると消化トラブルや肥満などの健康問題が生じ、老化を促進してしまう可能性があります。バランスの良い食事を提供できる環境を整えることが非常に大切です。運動不足。野生のウサギさんは活発に移動し運動量が豊富です。飼育ウサギさんも同様に運動を行うことで筋力や循環系を健康に保つことができます。運動不足は肥満や筋力の低下を招き、老化を進行させる可能性があります。また病気や怪我でもないのに高齢だからという理由だけで餌の皿や飲料水の位置を下げてしまうことは筋力低下を招くことを忘れてはいけません。怪我のリスクがない限りはテリトリー内でいろんな場所で飲食ができるようにすることもストレスフリーになりますので参考にされてください。ストレス。ウサギさんは警戒心が強い動物で、変化や騒音、他の動物との接触などがストレスを引き起こすことがあります。ストレスホルモンの分泌が増加すると免疫機能の低下や体の老化が進む可能性があります。健康問題の未対応。早期に健康問題に気づいて対処しないと症状が悪化し老化を早める可能性があります。定期的な獣医の診察と早めの治療が重要です。過度の繁殖。過度な繁殖はウサギさんの体に大きな負担をかけ、栄養不足や体力の消耗を引き起こす可能性があります。これにより老化が進行しやすくなります。多頭飼いの方は特に注意をされてください。環境の変化。急激な温度変化や湿度の変化はストレスを与え、免疫力を低下させることがあります。健康な環境を提供することが老化を遅らせる一助となります。過度な処置や介入。過剰なお手入れや介入はウサギさんの皮膚や毛を傷つけることがあり、老化を促進します。適切なケアの提供が大切です。